ここが介護医療院の病室になります。ここがリハビリ室ですが、介護されてる方もここで、リハビリができると非常にいい施設になっております。病院の器具がそのまま使えるということですね。こちら建物の別名になります。この建物明治30年に建てられた建物になります。こちらの写真が創建当時の写真になります。後ろに富士山がしっかり写ってますけれども、富士山の傾斜と屋根の傾斜同じ部分が多かったということで、富士山を真似してこの屋根作ったんじゃないかというふうに言われております。こちらの部屋は患者さんの生活が分かるようなお部屋になっています。まあ、自給自足に近い生活してたよっていうのは分かるようなお写真を並べております。2段目の真ん中の写真ですね。藁をなってこう縄を作っている方たちいますけれども、この方たち目の見えない方たちなんですね。まあ、こういったところからも自分たちにできることを皆さんがそれぞれやっていたというのが分かるかと思います。こちらの赤い板に載っているのは院内通貨といって、この中で使われていたお金になります。戦中まで使われておりました。労働に対してわずかですが給料を払ってたんですが、まあ、給料日に現金もない時もあったということで、この中ではこのお金を使ったということになります。目の見えなくなってしまう方が多かったので、形でいくらか分かるようになっています。この雇用限定はもともと明治22年130年前に宣教師が一人の反省後の患者と出会ってできた病院で、一般の普通の病院になってよかったなという確信を持てています。